皆さん、お元気ですか牧師ユーチューバーの菅野直樹です。手前牧師菅チャンネル、よーくお越しくださいました。どうぞお入りくださり。最後まで、どうぞご視聴お願いいたします。グッドボタン、またチャンネル登録、ベルマークも押していただいて、毎日見てくださいね。あなたの力になります。さて、1580回目、本日8月3日土曜日。 幸せな板挟とといいいう題でお話をしたいと思います私たちクリスチャン神を信じる人の人生は板挟みの人生ですこれから信じる人もそうですよ <laughs> フィリピー1章23節から24節を見てみます私はその2つのものの間に板挟みとなっています私の願いは世を去ってキリストと共に いいるることですす実ははその方がはるかに勝っていますしかしこの肉体にとどまることがあなたた方のためにはもっと必要です天国を本当に信じるそして天国の素晴らしさを味わった人が感じることはこの世にいるより早く天国へ行きたい早くそこに行って永遠を過ごしたいと思うことが正常です。 そうなんです死にたくないじゃなくて早く死んで天国へ行きたいしかしそう簡単に世を去ることができない事情もあるのですつまり私たちには伝道という使命があるから自分だけが天国に入ればいいのではなくみんなで天国へ行くためにそのためにまだまだ働かなくてはいけない良いものを人に伝えずに折れない人がいますよね 良いものを動くわずかに限られた人に知らせないかあるいは自分だけにとどめておくまあねこのいいものをねみんなに知らせちゃもったいないなそういう人もいますよねでもそういう人間的な枠組み自分だけかあるいは自分の親しい人だけではなくて福音という最高に素晴らしいものをすべての人に伝えなくてはいけない。 その時私たちがこの地上にいなければいけないという大義が生まれてくるのです。そう。私たちの人生はそのことのために、伝道のために与えられている。ただ情報としてね、イエス・キリストを信じたら救われますって、ただそれだけでもいいんですけれど、全身全で命をかけて、そして全てをかけて伝える、それが必要です。マルコ16-15にはこう書かれています。全世界に出ていき。 全てのの作られたものに福音を伝えなさい出ていくというのは入り込んでいくということです。出て入り込んでいく。そしてそのすべての人たちに伝えていく福音をイエス・キリストこれが神が私たちに与えた至上命令最高の命令なのです。この使命を果たし終えた時に神はそろそろ戻ってきなさいよくやったねそのようにね天に召してくださるのです。 神に仕えた結果、私たちがもしボロボロになったとしても、それは勲章です。そして天に召されて天に帰るってことは、凱旋して天に昇るってことです。うわあ、すごいですね。なんと喜ばしいことでしょうか。どうぞ、私たちは、死んだら天国、生きたら伝道、最高の人生を板挟みに挟まれながら、早く天国行きたい。でも、 まだまだ伝道しなきゃいけないそこに挟まれながら私たちは生きていきたいものですなぜならあなたは伝道するために生まれてきた人だからですお祈りいたします天のお父様幸せの板挟み早く天国へ行きたいそれはこの世が素晴らしくないということではありません苦しみと悲しみと理不尽なことがありながらもこの世は素晴らしいですでも 天ははるかに素晴らしい、もうそれをはるかにしのぐ素晴らしさ、そんな場所を知って体験したならば早く行きたい、そう思うのが当然です、でもどうぞ私一人だけ、私たち一人だけで天国へ行くのではなくて、みんなを天国にいざないながら、一緒に天国に入れるように、そのことを願い、私たちは生きていけますように、イエス・キリストの皆により、感謝してお祈りを捧げます。 アーメン今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。その時までごきげんようさよなら